はい、今回の動画はですね、横浜市営地下鉄最長往復、最長片道切符の旅をやりたいと思います。本当はね、最長往復切符の旅をやりたかったんですけどもね、横浜市営地下鉄ではね、往復切符を発見してないということでね、残念なことに買いませんでした。というわけでね、今回はね、最長片道切符の旅をやりたいと思います。今いる駅はですね、横浜市営地下鉄ブルーラインの始発駅である湘南台駅です。ここからね、センター南を通ってね、日吉まで向かいたいと思います。それがね、横浜市営地下鉄で一番長い距離の切符となります。それではね、市営地下鉄に乗車したいと思いますとね、思ったけど、ちょっと湘南台駅の紹介もしたいと思います。あんなところにね、バスの留置所がね、できましたねっていう感じです。前までね、あんなところにバスの留置所なかったんですけどね、いつの間にかできてたっていう感じですね。でね、この湘南台駅はね、市営地下鉄の他にね、相鉄線と小田急線が乗り入れています。どちらもね、あれは本線ではないんですけどね、小田急は江ノ島線で、相鉄は泉野線が乗り入れてます。いいね。ここは神奈川県藤沢市なんでね、横浜市営地下鉄が唯一ね、他の市に乗り入れてる駅でもあります。次は切符を購入していきたいと思います。今いる駅はですね、湘南台駅です。ここからね、一番遠い駅はね、あざみ野ではなくね、日吉駅です。日吉までの運賃はね、おそらくね、全国の地下鉄でね、最も高いであろう550円です。はいね。直通列車をね、含めばね、もっと高い運賃っていうのはあるんでしょうけどね。おそらく地下鉄線内でね、最も高い運賃はこの市営地下鉄の、横浜市営地下鉄のね、550円だと思います。それではね、切符を購入したいと思います。それではね、切符を購入していきたいと思います。普通券の一番高い550円ですね。ちなみにね、こっから日吉までね、往復する場合はね、1日乗車券の方がはるかに安いです。550円ね。とりあえず入れたいと思います。はい、領収書も発行しておきます。ちゃんと経費にする。はい、こんな感じでね、切符が出てきましたね。それではね、列車に乗車したいと思います。今回乗る列車はですね、湘南台12時2分発快速列車のあざみ野行きです。今回乗車する車両はですね、横浜市営地下鉄 3000R 型です。 3000R 型はね、ブルーラインでね、最もね、車両数が多い車両でもありますっていう感じですね。車両番号はね、3511編成です。それではね、乗車していきたいと思います。はい、今回ね、一番後ろの席に乗車したいと思います。一番前はね、市営地下鉄はね、カーテン閉められちゃうんで撮影できませんね。というわけで一番後ろの席にしました。それではね、センター南まで乗車していきたいと思います。ただいま湘南台駅を発車しました。隣のホームに止まっている電車はですね、横浜市営地下鉄ブルーラインのね、新型車両である 3000V 型です。本当はね、そっちの車両に乗りたかったなとも思ったんですけどね、やっぱり快速がいいんでね、快速に乗車しました。湘南台駅を出てね、すぐにね、地上区間に入りました。線路脇の柵がね、高くてね、よく見えないんですけどもね、今川を渡っています。今渡っている川はですね、境川です。この川を渡るとね、横浜市に入ります。横浜市営地下鉄はね、結構ね、地上区間が多いです。隣に見えている線路はですね、相鉄泉野線です。相鉄泉野線はね、この横浜市営地下鉄ブルーラインがね、唯一ね、地上同士でね、他の鉄道会社とね、並走する区間でもあります。今、横浜市営地下鉄の下飯田変電所前を通過しました。下飯田駅をね、発車するとね、畑やね、森林が広がっていきます。これはね、横浜市が田舎である証拠でもあります。ね、鳥取県民とか島根県民の方からしてみればね、横浜市なんて超大都会なんでしょうけどもね。というわけでね、都民とかね、大阪市民からね、結構横浜市はね、田舎だと思われます。これが横浜市のね、現実というか姿ですね。横浜市はただね、住宅地が多いから人口が多いっていうだけなんですよね。実際だからビルとかそんなに多くないです。踊り場駅をね、発車するとね、横浜市営地下鉄ブルーラインでね、最もね、速度を出す区間に入ります。この区間のね、最高速度はね、時速80キロです。第3機場の地下鉄にしてはね、そこそこ速い方なんじゃないかなと思います。ただね、近鉄京阪線にはね、かないませんけどね。戸塚駅を過ぎるとね、本格的な快速区間に入ります。実はね、快速区間でね、最も飛ばす区間がね、戸塚から上長屋でもあります。だいたいね、時速はね、65キロからね、70キロ程度で走っています。地下鉄の快速運転にしてはね、そこそこなスピードなんじゃないかなと思います。ただいま通過している駅はですね、下長屋駅です。
下永谷駅は快速電車が同時に通過する駅でもあります。市営地下鉄はねパターンダイヤなんでね、ほぼね快速がね同時に通過します。あの快速の通過シーン撮りたい方はね下永谷で撮ることをお勧めします。列車が地上へ出てきました。列車がね地上に出たということはね、もうすぐね上永谷駅があるということです。上永谷駅はね地上駅ってあってね、あの高架橋の上にある駅ですね。橋上駅って言ったらいいのかなっていう感じの駅です。上永谷がなぜ地上かと言いますとね、まあ、車両基地があるからっていう単純な理由です。はい、この上永谷駅でね普通列車とね快速列車の接続も行っています。3000N 型の普通電車を抜かして電車はね上永谷駅を発車しましたっていう感じです。左側の方に見えている線路はですね、上永谷車両基地へ向かう線路です。またまたね地下区間に入りました。この上永谷を出るとね、北新横浜までね地上には出ることはありません。ただいま上岡駅を発車しました。上岡を出るとね館内まで止まりません。上岡から館内の途中駅はね愚明寺、舞田、吉野町、坂東橋、伊勢崎長者町というね5駅をね連続で通過するね結構飛ばす区間であります。でも速度はねそれほど出てないんですけどね、やっぱりね前の電車に詰まっちゃうみたいなんでね、まあ、時速はね、まあ、55から60キロ程度しか出ないですね。この上大岡から伊勢崎長者町までの区間は横浜市営地下鉄で最も古い区間である1972年に開業した区間です。そのためね、改作工法というね、まあ、道路に穴を掘ってね作っていくね工法が用いられています。はい、でその後ね横浜とかね上永谷の方に延伸されてってね、まあ、新横浜戸塚とかいう感じでね、まあ、現在のあざみ野から湘南台までというね 40.4 キロというね長い長い路線になりました。ちなみにねブルーラインの長さはね日本で2番目に長い路線です。ちなみにね日本一長い路線は都営大江戸線の 40.7 キロです。まあね、大江戸線との差はねたった300メートルなんですけどね、まあ、ちょっと残念ですよね。早く新百合ヶ丘まで延伸されればいいんですけどね、まあ、そうすればね日本一長い路線になれるんじゃないでしょうかねっていう感じです。本流行です。日本急行日本全国を走っている大企業の鉄道会社だ。日本全国の鉄道会社と提携してやり合っている超ホワイト企業鉄道会社、それが日本急行。電車がね伊勢崎長者町駅を手前にしてね速度を落とし始めました。今の時速はね37キロです。はい、伊勢崎長者町駅はね、開業当初ね終点駅でした。なのでねあそこにポイントがありますよねっていう感じです。まあ、なんで速度を落としたかって言いますとね、まあ、この先ね制限40キロのね、まあ、急カーブがあるからです。はい、今ね伊勢崎長者町駅を通過しています。この駅を過ぎるとね、館内の手前にね急カーブがあるのでねその区間に差し掛かります。電車はねものすごいゴーンを立てながらね急カーブを曲がっていきます。なぜこんな急カーブができてしまったかと言いますとね、まあ、本来であればね伊勢崎長者町駅からね、まあ、本牧方面へね延伸される予定だったみたいなんですけどもね、まあ、結局ね本牧の住民の反対によりね、まあ、結局横浜方面にね延伸されたということで、まあ、こんな急カーブができてしまったみたいですね。ちなみにねこの館内駅でね横浜市高速鉄道1号線と横浜市高速鉄道3号線が切り替わります。これからね3号線の区間に入ります。館内駅ではね前の列車との、ね、間隔を調整するためね 1,2 分停車します。
ただいま関内駅を発車しました。関内駅を発車するとね、左側にね、謎の線路が見えてくると思います。この謎の線路はですね、関内駅にあるね、隠しホームへ、ね、つながる線路となっております。10年ぐらい前まではね、その隠しホームが見えたんですけどね、今はね、壁が設置されてね、見れないようになってしまいました。なぜこんな変な隠しホームがあるかと言いますとね、昔はなんか本牧方面にね、まだ沿線を諦めていなかったみたいなのでね、関内駅で分岐してね、まだ本牧方面に伸ばそうというね、計画があったみたいなんですけどもね、みなとみらい線が開業した関係でね、もうこの計画は多分中止になったんでしょうね。電車はね、桜木町駅を発車しました。このね、関内から横浜区間はね、JR 根岸線とのね、競合区間でもあります。ちなみにね、桜木町からね、横浜まで移動する際ね、この快速電車ならね、なんと2分で着いてしまいます。JR 根岸線だとね、4分かかるんですけどもね、この電車だと2分で着いてしまいます。ちなみにね、普通電車でも3分です。なのでね、お金に余裕のある方はね、市営地下鉄で移動した方がね、少し早く移動できます。でも市営地下鉄のホームまで行くのにね、なんか結構地下深かったりするんで、めんどくさいかとは思いますけどね。はい、でこの区間やっぱ JR に勝つためにね、結構スピード出します。ただいまね、75キロ前後でね、走行しています。電車はね、時速55キロ程度までね、速度を落としてね、高島町駅を通過していきます。この高島町駅を過ぎるとね、横浜駅に差し掛かります。横浜駅はね、横浜市というかね、もう神奈川県最大である駅でもあります。神奈川県最大のターミナル駅、横浜駅に着きます。この横浜駅はね、当然ですけどね、横浜市営地下鉄で最も利用者が多い駅でもあります。この電車は快速あざみの行きです。次は新横浜に停まります。三沢下町、三沢上町、片倉町、岸根公園には停車しませんのでご注意ください。ただいま横浜駅を発車しました。横浜を出ると次は新横浜に停まります。この快速電車はね、7キロという距離をね、たった8分で結んでいます。JR 横浜線の快速電車だとね、11分かかるんですけどもね、この快速電車8分で結んでいます。しかも普通電車でもね、11分なんでね、そこそこ早いんじゃないでしょうかねっていう感じですね。横浜駅を出てすぐに左にカーブを始めました。昔はですね、神田一というところを通ってね、横浜新横浜間をね、まっすぐ結ぶ計画だったんですけどもね、神田一周辺の住民の反対とね、道路が狭いという理由があってね、結局片倉町周りのね、今のルートが取られたそうです。でも結果としてね、片倉町の鉄道空白地帯を解消できたのはね、いいことだと思います。ただいま三沢下町駅を通過しています。三沢下町駅はナトム工法という工法が用いられていて、地下鉄の駅の割には天井がね、ものすごく高いのが特徴です。地下鉄なのにね、天井が高いということがあってね、開放感があっていいんじゃないでしょうかねっていう感じですね。ちなみにナトム工法とは新オーストリアトンネル工法の略称であって、主に山岳部におけるトンネル工法の一つ、掘削部分にコンクリートを吹きかけ迅速に硬化させ、岩盤とコンクリートと固定するロックボルトを岩盤奥深くにまで打ち込み、地山自体の保持力を利用してトンネルを保持する理論及び実際の工法である。三沢下町駅を通過して1分もかからないうちにですね、ただいま三沢上町駅を通過しています。三沢上町駅はね、某国大のね、最寄り駅でもあります。ホームにね、スーツ着た人は見当たらないですね。はい、というわけでね、わずか8分で新横浜駅に到着です。この新横浜駅はですね、のぞみも停車するね、大きな駅なんですけどもね、なんと駅前に畑があります。もしかしたらね、岡山とか広島よりね、駅前が田舎なんじゃないでしょうかねっていう感じです。はい、370万都市のね、新幹線ターミナル駅とは思えないぐらいね、田舎っちゃ田舎だと思います。横浜市営地下鉄ブルー
ただいま新横浜駅を発車しました。新横浜を出るとね、次は日波に停まります。日波駅はね、車両基地がある駅です。北新横浜駅を過ぎると地上区間に入ります。北新横浜からね、あざみ野はね、やたらと地上区間が多いです。今ね、35パーミルぐらいのね、急斜面をね、頑張って登っています。左側からね、日波車両基地からの線路が合流してきました。日波駅はね、車両交換も行える駅となっております。ただいま日波駅を発車しました。日波駅からはね、あざみ野まで各駅に停まります。3番線に停まってる電車はですね、この電車に接続するね、日波止めの普通電車ですっていう感じですね。日波周辺はね、住宅地が栄えてるように見えてね、畑とかも多々あったりしますね。日波駅を出てね、しばらくするとね、地下区間に入ったと思いきやね、これはね、地下区間というよりはね、山岳シールドトンネルでしてね、普通のなんか在来線のトンネルと同じような感じの構造のトンネルです。はいね、地下区間に見せかけといてね、これはただの山岳シールドトンネルです。山岳シールドトンネルを抜けるとね、中町台駅に着きます。中町台はね、ブルーラインの写真が結構綺麗に撮れるのでね、おすすめです。上本雄太くん、上本雄太くん、上本雄太くん、私はあなたのお母さんだよ。ボンジューコーです。日本急行日本全国を走っている大中町台あたりでね、気を失ってね、目が覚めたらセンター南にいました。というのは嘘でして、ブルーラインをね、センター南駅で降りました。次はね、13時ちょうど発のグリーンラインの日吉駅に乗り換えます。今乗車した車両はですね、グリーンライン1万系一次車です。グリーンラインはね、4両編成のリニア地下鉄です。リニア地下鉄ということはね、1両あたりの車体の長さがね、15.5 メートルとかなり短いです。そのためね、JR のね、通勤型とかね、近郊型のね、20メートル車体のね、2、3両分ぐらいしかないんですね。でしかもね、リニア地下鉄ということはね、車幅も狭いのでね、かなりね、車内が混雑しているような気がします。このセンター南からセンター北までの区間はですね、ブルーラインと並走します。と思いきやね、もう間もなくね、センター北駅に到着です。この区間めちゃくちゃ駅間短いんでね、わずか1分程度でね、センター北駅に到着しました。センター北駅を発車するとね、地下区間に入ります。でセンター北からね、日吉まではね、ずっと地下区間です。一切地上には出ません。グリーンラインはね、リニア地下鉄ということもあってね、トンネルがかなり小さいです。通常の地下鉄に比べるとね、トンネルの直径がね、半分程度まで抑えられています。グリーンラインは鉄輪式リニアにしてはね、日本最速の時速80キロ出します。今ね、75キロで走行しています。グリーンラインはリニア地下鉄ということもあってね、レールとレールの間に鉄の板みたいなものが敷かれています。これはリアクションプレートというものです。リアクションプレートとは、車体のコイルとね、反発することによってね、前に進む力を生み出すものです。そのためリアクションプレートがないとリニア地下鉄は前に前進することすらできません。はい、というわけでね、ブルーラインの湘南台駅を出発してね、およそ1時間ほどでグリーンラインの日吉駅に着きました。地下鉄って1時間って結構な距離ですよね。多分ね、地下鉄で端から端まで移動して1時間ぐらいかかる路線って横浜市以外に多分ないと思います。大江戸線は全線乗れば1時間以上かかるんですけど、普通に乗って全線乗るっていう人いないと思うんですけどね。なので多分おそらく横浜市営がね、
まあ、こんだけ長いっていうことですね。というわけでね、以上ね、横浜市営地下鉄片道最長切符の旅の動画でした。旅っていうほど乗ってないな、1時間ちょいだもんね。というわけで以上ね、横浜市営地下鉄最長片道切符の旅でした。ご視聴ありがとうございました。日本全国の鉄道会社と提携してやり合っている部長。